画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。今回はですね、デッドバイデイライト公式から、報告というか、情報解禁されました、マッチメイキングシステム。こちらの方をね、ちょっと、解説していきたいかなと、最初の方にね。マッチングに関してちょっと仕様が変更されるということなんです。で、簡単に言いますと一体どうなるのかと、今まではですね、このランク、ありましたよね。20から1。このランクによってマッチングしてたと。例えばね、赤帯の4から1の人は赤帯勤勉の人とマッチングしますよとか、緑帯は緑帯、初心者の人たちは初心者の20とかね、15のところらへんでね、マッチングすると。いったものになってるんですけども、最近だったらね、皆さんもう勘のいい人だったら分かってると思いますけども、いろんな人とマッチングしてたじゃないですか。ランクとはね、裏腹に。なので、誠しやかに、スキルレーティングという、その、隠れたレーティングでマッチしてんじゃないかとか、いろいろ言われてたわけですね。で、普通はそのマッチングメイクなのね、このスキルレーティングになるということが一体どういうことになるかと。スキルレーティングとは何ぞやというところで、実はですね、このランクではなく、この目に見えない中で、レーティングをしていくゲームをね、つまりですね、ランクが極端な話ね、20とか15であったとしても、ただ単に、この要は、ランクリセットの時に落ちてしまった人とか、プレイは上手いのに落ちてる、人もいますし、プレイ上手いのにわざとランクを落としてる人も中にはもちろんいるわけですよね。で、たまにやるよっていう人もいるわけ。で、そういう人たちと初心者も当たると。で、現状その要はランクというものがマッチに対してあまり有効な手段ではなくなってきていると、いうふうになってきているわけですね。これをですね、要はその、つぶさにその試合でどういうプレイでどう稼いで、うまいかどうかっていうのを、その内部で、スキルレーティングというものによって調査して、でその人のプレイングスキルによってマッチングすると。なので、極端な話、ランク20とランク1は平気で当たるということです。それは、ランク20の人はなぜ当たるのかというと、それは、うまいプレイをずっとやってて、さらにですね、ランクもね、以前はガンガン上がってたけども、落ちてる。ただ何落ちてるだけとか。だから、その、ポイントはめちゃめちゃ稼いでる。そういったものの人と当たると。いう風になるみたいですね。おそらく、このポイントだけじゃなくて、いろんな要素を組み合わせたもので、スキルレーティングというのが決まっていくんじゃないかなと思います。プレイ時間とかそういうのもね、おそらくかかっていくんじゃないかなと思うんですけども。で、これがですね、いつから実装なのかちょっとまだわかんないんですけど、もうそろそろ実装と。で、もう以前に Xbox One の一部で、テストを行って、合計300万マッチ。を監視分析した、結果、非常に正確なものとして、このマッチメイキングシステムが機能していたということでですね、採用されると、近々、もう採用されてるのかな、まだだとは思うんですが、で、一応ランクは残ると、いうことになってますね、この要は20から1。ただ、昔言ってた時に、公式が言ってた時があって、それが何なのかというと、そのランクをなくしていく方向にすると。ゆくゆくはですよ。急にじゃないですよ。ゆくゆくはなくしていく風にしますよ。というふうなことを発表してました。で、今回に関してはもちろんランクは残りますと。いうことなんですね。で、これさらにですね、実はね、ちょっと面白いものも入ってます。例えばですね、これキラーごとにスキルレーティングがあると。つまりですね、皆さん得て不得があるじゃないですか。私だったらナースが苦手とか、カニバルが得意とかあるんですけど、例えばね、これナースが下手ってなった時に、ランク、スキルレーティング的に、そのナースは下手だから、そういう初心者の人たちと当たると。で、逆に、じゃあカニバルを私が使ったら、高ランク帯、スキルレーティングでいう中の、その、要はプレイングが高い人たち
と当たる。こうランクではないですね。ランクは関係ないです。スキルが高い人たちと当たるというふうになると。なので、キラーごとに分かれるので、このキラーを練習したいけど、今のランクではめちゃめちゃ高い人と当たってやる気ないな、やる気出ないなっていうのがなくなるということみたいですね。うん、で、まあ、このランクがね、そもそも機能しなくなったら、ある意味っていうのは何なのかと、まあ、いうふうになってくるんですけども、まあ、あった方がね、私は、なんか目標としてはね、いいと思うんですよ。なんか、これだけ頑張ったぞみたいな、一応、ものじゃないですか。なんか、ランクっていうものが今後なくなったとしても、なんか取って変わるような、あ、ここまで今月やったぞみたいな、エーペックスでもあるじゃないですか、そういう、プラチナ行ったとか、ダイヤ行ったとか。なんかその、頑張れる要素を、自分の中で目標を見つけるのが得意な人だったら別にいいと思うんですよね。今月はこれをやるぞとか、今月はこれだけのパグを揃えるぞとか、キラーで今月はこれだけ全滅させるぞとか、そういう自分で目標を立てて楽しめる人はいいと思うんですけども、やっぱりその単純にゲームの中で視覚化、その可視化できる目標として何かあった方が、私はいろんなライト層でも、そういう目標を見つけにくい人でも楽しめるんじゃないかと思って、まあ、なくならないでほしいな、もしくはなくなっても、ランクにとって変わる何かが欲しいなとは思います。なんとなくね。うん、皆さんはどういうお考えでしょうか。まあ、そんなこんなで、今回ランクシステムについての、マッチメイキングシステムについてのね、情報でございました。この後の試合へどうぞ。画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。信子集団がちらっと見え出したの。そうです。今回は信子集団です。キラーでやってたらね、結構ね、嫌われるというか、大体ね、ノーワンとか持っていきたくなるんですけど、私がキラーやってたらね。もしくは、まあ、アイテム持ってたら、フランクリンの悲劇とかね、うん。そうやって追い詰めていきたい。まあ、集団ですよ。しかし、私、今回、信子側になっております。見事逃げ切りたい。協力してな、他の信子とな、信子四姉妹。やっていくぞ。一番私が、おしゃれですよ。今回はさ。見てください、ほら。私が、なんだ、見せびらかしてるだけなのか。いや、受け渡したのか、もう同じような感じだから、よくわかる。ちょっと、鬼ちゃ、ちょ、まず。信子四姉妹の兄が来てしまったな。マジかよ。恐ろしいですね。私、追われてんのか。大丈夫そうだね。これは面白い戦いになりそうだ。早速、今回ご紹介したい映画があります。9人の翻訳家、囚われたベストセラーっていうね、結構これゴリゴリのミステリー映画です、ミステリー好きにはたまりません、まあ、一体どういった話かと言いますと、超有名なめちゃんこ売れている小説があるわけです。それの続編を世界中は待ってる。そしてその続編できました。そしてこれを各国にね、翻訳しなければならないわけです。しかし、この、書き上がった、まあ、小説が外に漏れたら一大事。もう国家機密並みに、その出版社はその情報漏洩を防ごうと頑張ってるわけです。で、この翻訳家がいれば、まあ、いわゆる翻訳家から情報が漏れなくはないわけじゃないですか。漏れるかもしれないわけじゃないですか。だから、この各国の9人の翻訳家たちをある施設に集めて監禁すると。そこでは、施設で自由に飲み食い、リラクゼーション、娯楽もあるんだけども、その代わり、絶対の管理下に置かれて監視カメラや警備員やら、
で私物を一切持ち込めず、電子機器類ね、まあ、写真とかはいいんだけど、その家族写真とかさ、一切のものを認められてないという。でそんな中、みんなは1日に何ページずつみたいな翻訳を渡されていって、全部渡すと危険だからね、もしかしたら漏らす人がいるかもしれない。だから、ね、機密保持契約書も交わされてね、1日少しずつ翻訳していくと。万全の体制で翻訳形に任せたにもかかわらず、なんとその出版社の編集長に脅迫メールが届きます。一部の、翻訳の部分が流出し、さらに次の流出を防ぎたければお金を払えと。犯人はこの9人の中にいるといった、ミステリー映画なんですね。これだけ聞いて面白いよね。そうこうしているうちに釣られてしまったな。もうやりましょうか。まあ、救助意識高い人っぽいから任せようか。このミステリーがたまりません。あ、ナイス救出。来たらこっち逃げよう。しかしレベル3にお兄ちゃんがいつなるかが怖いぞ。やつは本気出したらえらいことなるからな。 OK、 続々と怪我をしております。でも怪我してる人を追ってるときはお兄ちゃんはワンパンにならないんで、まあ、こういうときは大丈夫なんですけど、ここでね、レベルをストーキングレベルを貯めたお兄ちゃんが私に全て放出するとかね、ありえますからね。こういうのが一番怖いよね。さて、どこかな、追われてんのこれ。追われてる、追われてる、私しかも破滅ある。やっぱ引っかかった。うけっつさってったね。あれ溜まってないのかこれ。あぶねえ、マジこれは。で、誰だ。あぶなあ、すみません。しっかり一瞬触っとく。じゃあ破滅だった、そういえば。まずまず破滅だこれ。残り1台。ちょ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 まずおじいちゃん、よし、発電機5台、誰か助けてくれ。このままこっち行きましょう。と間に合わないこれ。うわくぅ、まずいぞ。しかし不滅がある私。持たれるか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 。ライト押し、ライト押し。めっちゃ後ろ向いてる。ライト押しいね。んさあ救出撃。お、ナイスいた。からのいいね。ボロ隊がしかも入って信子集団の中、しっかり壁できなかった。バレてる、ボロ隊だってバレてる。からのでかめちゃめちゃやな。あれもう一人は、そういえばあれもう一人、信子。ああ、逃げれたみたいですね。拷問信子逃げたみたいです。いやもうマイケルランク1だったんだこれ。ね、そんなことでよかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんの良きゲームライフの方になっております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録、画面のボタンからベルマークを押すと動画更新時に通知がいきますので、チェックしてみてください。